ぶっ飛び系アイアンの UD プラス2アイアンとのつながりも良くて、なおかつ新しい UD プラス2のドライバーフェアウェイウッドともつながりがいい、そんなユーティリティになっています。ヤマハのインプレス UD プラス2ユーティリティです。こちらも新しいインプレスの UD プラス2シリーズに共通しているスピードボックスというテクノロジーが搭載されています。テクノロジー的にはですね、無駄なクラウン部分の振動を抑えてフェースのみを反発させることでボールを飛ばすというようなテクノロジーになっています。でインプレス UD プラス2のハイブリッドというのはもう UD プラス2アイアンを使っている人にはもう必須のアイテムと言っていいと思います。なぜかというと、もともとロフトが立っている、UD プラス2アイアンなので、本来7番ぐらいから下の番手をアイアンにして、それより上の番手は、ユーティリティを使うというのがゴルフが楽になるセッティングと言えます。そうなるとですね、これ今番手が5番ですけれども、5番6番っていうユーティリティをバックに入れてよく飛ぶアイアンと一緒に使うというのがもうジャストなセッティングだと思います。今回のインプレスの、フェアウェイウッドユーティリティ、ドライバーからの流れで作られているので、僕がいいなと思ったのは構えた時にとても統一感があります。どのクラブだけ、ちょっとこうフェースの向きが違うとかそういったことがないので、もう同じようにドライバーからフェアウェイウッドユーティリティまで構えられる。で出る球もですね、これもドライバーから共通していて、高く上がってなおかつ曲がりづらいというところが共通した性能になっていて、なのでシリーズを通して使いやすいクラブとして作られています。使ってほしいゴルファーはやはり UD プラス2のアイアンを使っている方、その方はぜひこのユーティリティを買い足して、もう本当にアイアンからのつながりで使ってほしいなと思います。クラブセットごと買い替えて使ってもいいようなクラブだなと思います。